こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はポップスドラム解説ということですね。時期的にも嵐の桜咲けという曲をやってみたいと思います。学生からのリクエストがあってやっていきたいと思います。これはもう本当に非常にこうトラディショナルなリズムパターンばっかりなので、まずイントロの部分のここが部分がクラッシュにしてますが、これ僕的にはですね、この方が結構サウンドして楽しいんじゃないかなと。生徒でやってもここの方が楽しいって言ったので、こっちに採用しました。だから「あわぶくたった消えたった」みたいなフレーズですね。というふうにやっていきます。という感じですね。これは別にフィルインなのでなくても、そのままでいっても全然構わないかなと。で、ワン、ツー、スリー、フォーっていうのが、タクトンっていうのが入ってるんですが、かっこいいですけど、ちょっと拍が取りにくいんでね、僕気をつけていただけたらと思いますが、カッコにしておきました。で、A のところは、ドッタン、ドドタンでいってしまえばいいんですが、厳密に言うと、聞こえました。まあどっちでもいいと思います。でハイハットはちゃんとアップダウンで、こういう風なパターンでやってましたね。でここで、ドッタンドッタンツドッタン、ここでハイハットオープンになるってことですね。決めのところはツタだったダンタトタトトタンというふうなところでやってますが、ここはまあタドンドンドンなので、よくあるのはこうやってやってしまうほどは楽かな。このドラムの場合はタドタド、まあリズムパターンに着地してますが、全然構わないと思いますね。はい。で、まあドッタンドドタンって言って、でここの A2 の後半はダラララッタに戻ります。で、B のところは、ここが一番ややこしいんですが、ここは、最初はハイハットの支部で、ドッタド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 。このパターンでいいと思うんですが、できたらこれをフルアタムで、ドッタド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 ドドタドドンドンっていう感じのところがあればいいと思うんですが、定番のハーフに行きます。ここですね。でっていうのはまあタンタタはどっちでもいいです。難しい人はこの前半だけで全然いいですよ。これがハーフのパターンですね。このドタツとタンが後半になってくるのパターンね、このパターンはすごい定番なんで覚えておくとすごい便利です。いろんな人が使ってますということね。でここで頭打ち、ここは決めなので、ジャッツジャドッタド、これでもいい。タムで埋めてますが、もうすごいジャズっぽい音でちょっと申し訳ないですけど、こういう感じで叩いています。でサビのとかも定番ですね。ここも同じ決めがガッツガーン、タンタタで埋めてるとこはこうタカタカでもいいし、ドタンでも全然構わないと思いますね。でドタンタドタンタカで、こうしたらここで6小節で、でまたここのダラララッタのイントロ2のとこに戻って、で2コラスまんま同じことをやります。でそしたら2コラス終わったら、ここもドダダダダッタダラララッタってやったら、D のとこはね、ここちょっとハイハット閉じ気味の、完全にクローズじゃなくて、ちょっとじわじわ言ってる感じの8ビートでした。で、またハーフね。で、ここはドン、ドカーってやってますが、もうさっき言ったみたいにドン、ドカー、ドカー、ドカー。これ2回で全然いいですね。で、ここが、ショックのラップのとこですね。ラップのとこは、ドッタドドンパー。フロアが大きくなりすぎないよね。足の音量よりちょっとちっちゃめ。
ていう感じで叩くといいかなと思います。で、ここは、後半盛り上がるとこね、頭打ち。このパターンでやってますね、でまだフィルインが多分1個足りないですというふうに下がっていきます。多分1個ない場合はこのここの弾はここで代用してください。でドンツとタンドタツとタン、まあハーフですね。でタンタンタとタとタンタンタとタとでダッツタ、これはもうさっきと全く一緒ですね。やったら、そしたらここドロップですね、サビドロップ C ドロップってやつですね、サビに行ったところでこうドロップして、でまあここから入ってくると、でこのドッタッタターンターンは一緒ですね。ドッタン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 でドッタドドッタドッタアワブックタッターになってですね、怒られるかもしれないですけど、で C2 のところ最後のところは、C 最後繰り返すんで、そこのところはもう頭打ちですね。タンタン頭打ちは同時これです、難しければタンタンタン4の裏からだけでもいいし、最悪1表だけだから、これだと全部表だからリズムが止まりすぎちゃうんで、4裏からで入れてあげるとうまくいきそうですけど、これ3裏4裏難しかったら4裏だけで全然いいですね。で、ドッタンドドタンタツツタン、ここ4小節やったらドッタンドドタンドッタンドドタンでも一回加速して、でダラララッタダラララッタで最後はツッタドドジャー。これはクラッシュとバスラを連打する、クラッシュだけだとちょっとしょぼいんで、最後ほんで決めの時にやっぱり嵐の曲とかジャニーズの曲非常に凝ってますね。非常にいいと思います。バンドでよくやられるみたいなので、これ譜面の方はですね、メルマガの登録の方には、ダウンロードできるようにしておきます。というわけでですね、ぜひこのバンドでやるときには参考にしていただければと思います。本日は以上になります。今日もご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。